まずは CM 撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。お二人は AKB の時代からとても長いお付き合いだと思うんですけれども、お二人だけでのテレビ CM って初ですね。初めてです。小島さんと3人とかはそれもないないよね。ないです。初めての、はい、そうなんですよ。結構グループ時代からダブル南なんて言われてたんですけど、全然一向にね CM はなかったよね、うん、なんか団体でチラッと一緒に映るかみたいな感じで、私からしたらやっぱり高見菜は神セブンでいつも在籍中背中を見ていたので、やっとここまで来たかと、ちょっと肩を並べることができたかと。そんなネガティブに捉えてたの？いや本当やっぱ AKB 神セブンとそのそれ以降のやっぱ壁は厚かったので、うん、今回2人で共演させていただくのすごく嬉しいです。いや嬉しいです本当に、はい、そんな念願のテレビ CM だったってところで、アースセアクさんからこのお話来た時にどう思われました？あでも本当にあ2人だと思ってすごい嬉しくて、やっぱり卒業してね一人でのこうお仕事が増えていたので、うん、なんか一人ってやっぱ寂しくない？うんそうね、緊張もするし、やっぱたくさんの方が CM は見るので緊張感あるお仕事の一つだと思うんですけど、高見菜がいることでかなり安心感はありました。私も本当みーちゃんがいてめちゃくちゃ安心しました、はい、じゃあお互いがこう言ったことが結構嬉しかった。よかったです、はい、本当にありがとうございます。じゃあ次の質問移らせていただきます。 CM 内で「すごい」というワードが印象的だなっていうふうに思ったんですけど、最近お二人が「すごい」と思った出来事について教えてください。おお、どうです？私は最近、うん、あの西野未姫ちゃんと極楽とむの山本さんの結婚式披露宴に参加させてもらったんですけど、うん、もうたくさんの芸人さんが出演されていて、で芸人さん余興みたいなのをこう次々とやってくださったんですよ。すごそう。みんなすごかったんですけど、特にやっぱ原口あきまささんの、あのメドレー、モノマネメドレーがすごくてやっぱ芸人さん芸に生きてる人のなんか凄まじさをなんか披露宴で感じました。すごい会合だね。すごかったです。テレビみたいでした。高橋さんは何かありますか？私はですね、これはみーちゃんも関わってくるんですけど、少し前になるんですけども、2023年の11月にノースリーブス、うん、ここ2人と小島春菜ちゃんと3人のユニットのライブをしたんですよ。15周年で久しぶりにライブしたのに、お客さんがめちゃくちゃ集まってくれたことに本当にすごいなと、精神力がすごいなと、応援し続けてくれる、ね、嬉しかったなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次の質問移らせていただきます、はい、今度は高橋さん、峯岸さんだけが知ってるお互いのすごい一面を教えてください。いや、まあ、ないっぱいある、いっぱいあるよ。でもだけって言うとちょっと自信ないんですけど、うん、まあその去年一緒に活動したこともあり、やっぱり改めて高見菜のなんかなんて言うんだろうな、声量、声の圧というか、声の圧、その高見菜が昔の歌で言うとリバーとか AKB っていうだけで、その場がなんかこううおっと盛り上がるというか、でライブ中もこう盛り上がったのかみたいなのを言ってくれるだけで、なんかバッとなんか場が盛り上がるあの力っていうのは本当唯一無二だなと思って、いやなんか嬉しいんだけどさ、なんか歌うまいね、ダンスがうまいねとかじゃなくて、盛り上がってますかって言ってるの聞いてすごい楽しんでくれて、盛り上げ上手みたいな盛り上げ上手ナンバーワン。そうなんだ。私はみーちゃんのやっぱりこう番組に対する、一緒に結構去年あの番組に出る機会があって、そのノースリーブスの活動で、うん、でバラエティとか出る時のなんかこだわりというか、なんかもうちょっとこういう風にしたらいいかなとかいうの結構楽屋でやってて、それこそね番組でさ、若林さんとして峰林さんとしてちょっと私たち質疑応答の練習してくれたりとか、結構そのこだわりがすごいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ続いて質問を出らせていただきます、はい、ゴキブリ以外で日常から駆除したいものと予防したいものをそれぞれ教えてください。私は食欲かな。うん、もうなんかずっと戦ってますね。高見菜そんな食べる？めちゃくちゃ食べるの、すごい食べるし飲むのも好きだし、でもやっぱりこういうお仕事してるのでなるべくキープしたいじゃないですか、もうその食欲との戦い、ただ友達がクロちゃんだから、クロちゃんが目の前で死ぬほど食べるんですよ。自分は食べてない感じするもんね、クロちゃんに比べて。そうそう、なんかもっといってんじゃないかなみたいな風になっちゃって、うん、ちょっとクロちゃんといる回数を減らさなきゃいけないかもしれないですね。そうだね、クロちゃんと絶交すればな。絶交しなきゃいけないそこまで。私は30歳ぐらいになってから抜け毛。嘘だ、そえ、なんで増えない？ないないない。嘘、なんかお風呂入った時になんかやたらシャンプーしただけで結構毛が抜けるんですよ。悲しい悲しい。で排水口が詰まる
頻度が増えた気がして。本当にどうしたらいいんだろう。いやいや、一個差なんですよ。私の方が一個上なんですけど。抜けてない？そんな抜けないって。嘘。めっちゃ結構抜ける。洗っただけで。それは結構最近。ちょっと心配だね。切実な悩みです。切実すぎる。はい、助けてください。ありがとうございます。続いてゴキブリについてなんですけど、はい、ゴキブリって自分で退治することできますでしょうか。また対策などしていましたら教えてください。ゴキブリ。できる？いやー、あのね、結構いろんな虫触れるんですよ、うん、バッタとかカブトムシとか全然いける、うん、でもゴキブリだけやっぱ無理で、あのなんか速度だよ、ね、あと飛ぶじゃない、うん、G って、うん、だから無理なんだよね。え、いける？いや、いけない。ゴキブリはいけないので、うん、やっぱりなんか結婚してよかったなって思うことの一つに、その家に退治してくれる人がいるっていうのが結構大きくない？あ、じゃあ一応パートナーは倒せる人ね、うん、多分頑張ってくれると思う。まだ見たことないんだけど、うちの中では恐ろしい。結構私の地元の八王子とかだとわけわかんないでかいのが、あ、そうね、田舎だとね。そう、茶羽のとんでもないでかいのがいて、もうだから親とかも倒すことにすごい慣れてるんだけど、確かに私もまだ最近出くわしてない。でも私たちにはこれが、これから心強い味方がいるので。ありがとうございます、はい、安心してます。ありがとうございます。じゃ次の質問移らせていただきます。2人でもしルームシェアをするとしたらどんな感じにしたいですかっていうところで。どんな感じって。でも過去振り返ると同じマンションの別の階っていうのはあるんですよ、うん、はい、同じマンションに住んでましたね。ね、でも一緒に、そんな想像できないな。なんかもしお互いここはちょっと任せたいとか、ああ、掃除できる？掃除できない。掃除はするわ。ありがとう。料理できる？料理もあんまりできない。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って、私の負担多くない？まあ、料理でしょ、掃除でしょ、そう、洗濯できる？洗濯できるよ。じゃあお願いするでしょ。ちょっと待って。じゃあ稼いできてもらっていいですか？頑張ります。外で働きに出ます。成り立ちそうです、はい、ありがとうございます。では最後の質問になるんですけど、はい、最後に視聴者の方に向けて一言お願いします。いや、やっぱりね、うん、ゴキブリは突然襲ってきます。やっぱりね、備えあれば憂いなしですから。やっぱなんか今までのものって結構なんか置いておくタイプだったりとか、うん、なんか見るからにゴキブリ対策っていう感じのものが多かったと思うんですが、ね、今回結構スタイリッシュでコンパクトなので、うん、どんな方にも手に取ってさっと退治しやすいものになってると思うので、ぜひ一家に一台アースゴキ石よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあせーの。アースゴキ石すごい。あった、あった、これ。あるわ、合ってる、正解です。ありがとうございます。以上で PR のインタビュー終了させていただきます。はい。